白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はテスラのイーロン・マスク氏が世界1位の富豪にというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、今この動画をお話しさせていただいている時点で、まあ、イーロン・マスク氏のですね、個人資産っていうのが、まあ、米ドルで1850億ドルと日本円に換算して約19兆円で世界1位になったということですよね。で、まあ、テスラという会社はですね、まあ、アメリカの電気自動車の会社で、まあ、去年ですよね、本当にちょうど1年前の2020年からものすごい勢いで株価が上がっていって、まあ、その、ね、株価の筆頭株主であるテスラのイーロン・マスク氏の個人資産もぐんぐんですね、評価額っていうのが上がっていって、ついに世界1位の個人資産家というふうになったというニュースになります。で、そうした時にですね、まずちょっとこう世界1位の富豪っていうのが、まあ、どういった人たちでどれぐらいの規模感だったのかっていうのをですね、まあ、ざーっと、ね、確認してみたいと思います。まあ、フォーブスという、ね、会社が発表しているもので、発表が始まったのが1987年ということで、まあね、日本がバブル経済だった時ですよね。ね、ジャパンアズナンバーワンというふうに呼ばれて、まあ、バブル経済だった時にまさに世界1位の富豪も、まあ、日本人だったというところから、このフォーブス社の、まあ、世界、富豪ランキング、長者番付というのが発表されているということですね。なので、まあ、1987年は、まあ、堤義明さんということで西武グループのですね、オーナーですよね。この方の資産というのが200億ドルということです。まあ、実際はね、年によってドル円の換算が違うので、まあ単純計算はできないんですけど、まあ、仮に正確ではなかったとしても、まあ、分かりやすくこうイメージをつける意味でいけば、まあ、1ドル、もし仮に全部ですね、1ドル100円で統一で考えた時に、まあ、約2兆円という個人資産で、まあ、世界1位の富豪だったということですよね。で、それで、まあ、堤さんが4年連続ですか、1987、88、89、90ということで、まあ、4年連続世界1位 でその後ですね、森さん、森ビルの森さんが2年間ですね。そしてその後また堤さんが2年間、1993年94年ということですよね。まあ、ただ1991年にバブルが崩壊しているので、この時はですね、以前よりも資産が減って、90億ドル85億ドルですね。とはいえ、まあ、9000億8500億ぐらいで世界1位だったということです。そこからこの1995年からですね、今度はアメリカのビル・ゲイツがずっと世界1位の富豪ということで名前をずっと続けて掲載されているということですよね。まあ、Windows 95というね、パソコンソフトが、パソコンソフトというか OS ですよね、が搭載されたパソコンが発表されましたけれども、まあ、そこからですね、結局、ビル・ゲイツが1995年からずっとですね、世界1位の富豪ということで名前が載っています。最初に出てきたのが1995年で129億ドルですね。仮に1ドル100円とするならば1兆2900億だったということですよね。で、そこから名前が2007年まではずっとビル・ゲイツということになるわけですけども、まあ、560億ドルということで、まあ、5.6 兆円ということですよね。まあ、だからビル・ゲイツは1位だったわけですけども、その1位の間にずっと資産を基本的には増やしていたということですよね。で、それから2008年はウォーレン・バフェットですね。まあ、世界一の投資家ウォーレン・バフェットが2008年。で、2009年はビル・ゲイツが返り咲いて1位ということですよね。まあ、ちょっと2008年にリーマンショックがあったんで、2009年のビル・ゲイツは400億ドル、4兆円ということで減らしているということですね。まあ、そこから4年間はカルロス・スリムという方が、ね、メキシコの方が4年間連続で世界一の富豪ということですよね。で、2014年からビル・ゲイツがまた再び名前が載って、で、直近の2018-19ですね、そして2020まで含めてアマゾンのジェフ・ベゾスが1位ということですよね。
で今、動画を話している2021年ですね、まあ、にの、まあね、速報という形では、ね、こう瞬間的に1位になったという意味では、ね、今回のテスラのイーロン・マスクがですね1850億ドルということで日本円119兆円で世界一の富豪になったということですよね。まあ、単純にドルで考えると1987年の堤さんが200億ドルで今回のイーロン・マスクが1850億ドルということでいけば、まあ、結局世界一の富豪はですねこれまでの34年間で約9倍に、ね、資産が増えたと。まあ、同じ1位なんだけれども、ね、結局同じ1位同士で比べたら34年前の1位と今の1位では約資産が9倍違うということですよね、ということが言えると思います。でこれと、まあ、同じような、グラフになるんですけども、ビリオネアですね。ビリオネアっていうのは、資産1000億円の人をビリオネアというふうに言ってますね。まあ、ビリオネアの人たちの合計資産っていうのの推移というものです。こっちはちょっとこう期間がね短くて2000年から2015年ということで、まだちょっとね今から6年前の数字なので、まあ、かなり古いといえば古いんですけれども、まあ、傾向はですねグラフとして見て取ることができると思います。2000年から2015年までのこのね16年間でですね、まあ、基本的に上げ下げはあった、上がったり下がったり上がったり下がったりはあったとしても、まあ、基本的には、ね、そのビリオネア資産1000億円以上の人たちの合計資産っていうのは、まあ、右肩上がり傾向だったということですよね。ビリオネア全体の純資産は2000年の8980億ドルから2015年までの 7.1 兆ドルと拡大し続けているということですよね。まあ、2000年に関しては、まあ、仮に1ドル100円というふうに換算すると、まあ、89兆円だったのが、ね、2015年になると、まあ、710兆円というところですよね。まあ、約8倍ぐらいに大きくなったということになります。まあ、実際2020年とかっていうところでいけば、まあ、さらに大きな数字になってるんだと思うんですけれども、まあね、この期間でこの16年間とかで、まあね、約8倍に資産が大きくなっているということです。でこの、ね、ニュースから、まあ、私たちが学べることっていうかね、まあ、大事な気づきって何なのかっていうと、なぜこういう状態になっているのかということですよね。それはもうものすごく実は簡単な話で、まあ、世界経済っていうのが年々大きくなり続けてるからということですよね。で私たちがこう経済とか経済ニュースっていうのを解釈するときに一番大事な、まあね、前提っていうのは何かっていうと、このね、世界経済全体市場全体が大きくなり続けてるっていうこの感覚ですよね。これが一番大事だというふうに、個人的には思ってます。なぜかっていうと私たちの脳っていうのはねどうしてもこう全体のパイが常に大きくなってるっていうのが最初からこうね、感覚としてないっていうか、そのパイって市場のパイっていうのは限られてると、つまり大きさが同じパイを、ね、みんなで一生懸命競争して取り合ってるっていうイメージがね、どうしてもなかなかこう抜けにくいんですよ ね。あの何かもう経済のパイは決まってて、その限られたパイを一生懸命市場の中でみんなが競争で、まあ、ある意味奪い合ってるという、感覚がどうしても抜けにくいというところがあります。まあ、経済学ではそれをねゼロサムゲームというふうに言って、まあ、誰かが得したら必ず誰かが損してるっていう考え方ですよね。誰かが得したら必ず誰かが損してるという考え方、このゼロサムゲームっていう考え方がどうしても頭の中から抜けにくいというところがありますね。だからその例えばビジネスで誰かがね、儲けた、誰かが得をした、ってことは誰かが絶対損したってことですよねっていうふうに、まあね、あの考えがちなんですよね。それはもう市場のパイが決まってるんで、そのパイの中で誰かがたくさん取ったんだったら誰かはね、あまり取れなかったとか全然取れなかったっていうふうに、まあ、思いやすいんですよね。なんですけど実際の経済はそうじゃないわけですよ。実際の経済っていうのは毎年毎年必ず、ね、まあ必ずっていうか、まあ、あの
1年単位ではちょっと例外がありますけど、まあ、今見ていただいている資産推移もね、前の年より下がっている年もあるんで、ちょっと必ずっていう日本語は、適切ではなかったかもしれませんが、ね、1年単位では例外があったとしても、5年、10年単位だと基本的には右肩に上がりになっていく方が当たり前ということですよね。で、それなんでかっていうと、経済ってもともとね、その付加価値の合計、なんですよね。付加価値っていうのは、生産、売上から原価を引いたものを付加価値というふうに言っています。売上からそのね、生産物を作るのに必要だった材料原価を引いたものを付加価値というふうに言っています。で、この付加価値っていうのは、まあまあ、世界全体で見れば、毎年毎年増えてるわけですよね。要するにもっと分かりやすく言うならば、人の役に立つ商品サービスっていうのは毎年毎年増え続けてるということですよね。それはもう、リアルの有形の商品もあれば、もちろんネット上の無形の商品もあると思うんですけれども、いずれのその合計を考えた場合、リアルとネットの合計を考えた場合、世界全体の人の役に立つ商品サービス、まあ、言い方を変えると付加価値っていうのは毎年で増え続けているということです。で、付加価値が増え続けているってことは、当然経済っていうのは毎年で大きくなり続けているということですよね。で、そっちの方が当たり前なんだっていうのを、まずね、この経済とか経済を理解するとか、経済ニュースを解釈するときは前提として持っておくってことがすごく大事だと思います。そうしないと実際の実態っていうのをなかなかこう掴めないんですよね。だから誰かが、ね、成功したってことは、その裏で、ね、誰かが、ね、たくさんの人が泣いてるとか、そういう、ね、こうね、誤った解釈になってしまうんですよね。そうじゃないわけです。経済っていうのは誰かが得したってことは、誰かが必ずしも損したってことを意味しないんですよね。参加してる人がみんな、ね、得をしたとか、みんなうまくいったとか、みんな豊かになったってことがあり得るっていうのが、まず経済の大前提ということになります。この全体の規模が大きくなってるから、基本的にはね、上がっていく方が当たり前だし、右肩上がり傾向になる方が当たり前なんだっていうのが前提にあって、初めて経済を考えることができるとか、もしくはその経済のニュースを解釈することができるということですよね。なので、まあ、実際その世界一位の長者っていうのは34年間で約9倍に増えた。で、ビリオネアの資産っていうのは、まあ16年で、まあ、約8倍に増えていると。こういった感覚っていうのをまず持つということがすごく大事だということです。例えば全体のパイが、まあ、例えば10しかないと、全体のパイが10しかないと。で、そのうちの半分のね、50%、5割を取ることができたとしても、10の5割だったら、ね、5しか取れないわけですよ。でも全体のパイが10が100になって、全体のパイが10が100になって、だからこそ、ね、1しか取れなかったと。ね、全体のパイが増えて、ね、そこに参入する人がいっぱい増えたことによって、ね、半分の5じゃなくて1割、10% の1割しか取れなかったとしても、100の1割だったら10取れるわけですよ。ね、10の半分取っても5しか取れないですけれども、100の1割取れる、たならば10取ることができるんですよね。それが経済の感覚ということになります。で、そうした時に、まず世界経済っていうのは年々大きくなる方が当たり前。もちろんそのリーマンショックみたいな例外があるので、まあ、1年単位では例外があったとしても、5年、10年だったら基本的には、ね、世界経済っていうのは大きくなっていく方が当たり前。そしてその世界経済が大きくなれば、世界の株式市場の、ね、時価総額も大きくなる方が当たり前ってことは、その大きくなり続ける中に、まあ、実際自分が参加していたならば、自分の資産も増えていく方が当たり前。まずそっちの方が当たり前なんだっていうのが前提で、もしそれが当たり前が当たり前になってなかったならば、何かがおかしいというふうに考える、そういう思考法っていうのがすごく大事なんですよね。うまくいかない方が当たり前なんじゃなくて、うまくいく方が当たり前なのに、もしそれが言ってないとしたら何がおかしいんだろうというふうに考えるということがすごく大事。それがものすごくこう大事な考え方、思考法だというふうに思ってます。そして今回の、まあ、例えば世界一の富豪で、まあ、例えばイーロン・マスクが約19兆円の、ね、富豪になった、資産家になったというニュースなんですけど、こういうね、こう全体像とか1位っていうのを、知るっていうのはすごくやっぱりニュースの価値が高いんですね。なんでかっていうと、人っていうのはイメージできないものは実現できないですよね。イメージできないものは実現できない。で、イメージできるようになると実現可能性が生まれるっていうところがあります。
ここ大事なところなんで、もう一回ちょっと繰り返しますけれども、イメージできないものは実現できないんです。でイメージできるものは実現可能性が生まれるんですね。なのでまずイメージするっていうことがすごく大事で、ね、1位の人は資産ね、たった1人ですよ。同じ人間なんですよ。同じ人間で同じ地球上に存在している人が、ね、全く同じ人間なのに、ね、個人資産で19兆円という資産になったと、まあ、少なくてもその価値、資産価値になったと、ということは人間ってそこまでは実現可能性があるんだっていうことを知るっていうことがすごく大事なんですよね。イメージできないことは実現できない。イメージできて初めて実現可能性が生まれるということです。もちろん、ね、イメージできたからって言って、ね、簡単に実現できるっていうわけではないです、ね。ただ実現可能性が生まれると。もちろんイメージした後に、ね、一生懸命それを実現するためにね、本当に血が滲むような、ね、懸命な努力っていうのは必要になってくるんでしょうけれども、ね、そもそもイメージできないものは人間って実現できないんですよ。イメージが先なんですね。イメージがあって努力があって実現するっていう感じです、ね。まあ、例えば、まあ、スポーツの世界で例えると、まあ、100メートル走、ね、陸上の100メートル走で人類で誰一人10秒切る、切らないで、ね、10秒以上かかって走ってた時っていうのは、いや人間って10秒以内には走れないんだっていうのが常識だったわけですよね。でそういう常識があって、ね、9秒99で走るっていうイメージが、全人類誰にもなかった時っていうのはなかなかこうやっぱ9秒99で走れないわけですよ。ところがたった一人が10秒切って9秒99で走ったら、次のレースから、もう次の大会、次のレースからね、それが2人3人9秒99で走るっていうことになるんですよね。なんでね、たった一人が9秒99走るまでものすごくね、苦労したのに、一人走れただけで2人目3人目がすぐ出たんですかって言ったら簡単で、2人目3人目はイメージできたからですよね。あ、切れるんだと。人間って10秒以内で走るってことも可能なんだっていうことでイメージできたからなわけですよ。イメージできたから過去の常識を破って、まあ、限界突破したわけですよね。それで結局、実現可能性が生まれたということです、ね。まあ、身近な日本の話でいくと、まあ、例えば水泳のね、北島康介選手ってね、すごいこうね大活躍された方がいらっしゃいましたよね。オリンピックで金メダルをね、何個も獲得した、まあ、素晴らしい選手だったりしました。その北島選手がね、例えば金メダル、ね、平泳ぎで、世界一になった、金メダルを取った。その時の、世界記録、っていうのは、次の4年後にはですね、まあ、高校生が、実は達成していたりするんですよね。一回その北島選手がね、オリンピックでね、結局素晴らしいタイムを出したと。ね、世界記録を出したと。ね、そしたらね、あ、そのタイムで人間って平泳ぎで泳げるんだと。そんなことが実現可能なんだというのが分かったら、ね、次は高校生でも、そのタイムで泳げたりするわけですよ。で、イメージってそれぐらい大事だってことですよね。本人が無理だって思ってたら絶対無理なわけで。で、実現可能なんだって知ることができて、イメージできたならば、少なくても実現可能性は生まれるんですよね。まさに棒ほど願って針ほど願う、針ほど叶うと、棒ほど願って針ほど叶うっていう通り、まずね、そう 願うっていうか、想像するっていうか、イメージするってことが大事で、ね、あ、人間って同じ人間で、ね、資産19兆とかっていう数字をね、実際に実現することが可能なんだと。今もうその2021年ってそんなことが可能になってる時代なんだっていう、まずそのね、全体像とか1位とかっていうのをイメージするってことがすごく大事なんですよね。で、もちろんイメージできたからって言ってすぐ実現できるわけではないですけれども、少なくともそれで実現可能性が生まれるわけです。で、あとはじゃあそれでね、じゃあ今の自分の実情と比べて、じゃあ本当に自分もイーロン・マスクと同じぐらい1位のね、19兆って可能なんだろうかと。いや、もしかしたら10分の1ぐらいかなと。頑張っても100分の1ぐらいかなと。1000分の1ぐらいかな。いや、もう本当に自分なりに精一杯頑張ってもね、1万分の1ぐらいかなっていうのを考えるわけですよ。ってなったら、まあ、例えばね、いやー、さすがにね、まあ、とはいえ、まあ、イメージできたとはいえ、とはいえ、ちょっとね、やっぱり19兆はすごいよね。
っていう話で、ちょっとさすがにそれはいかないかもなというふうに思ったとしても、ね、でも10万分の1のね、10万分の1の1億9千万円ぐらいだったら、同じ人間なんだったらね、いけるんじゃないかなみたいな、まあ、そういう考え方っていうのはすごく大事だったりするんですよね。でこういう考え方っていうのは、とにかく日本の学校教育ではなかなか持つことができないと、考え方だったりします。日本の学校教育ってこういう考え方じゃなくて、ねまあ、そういうなんか高等無形なね、他人事の夢なんてどうでもいいから、ね、もう目の前の自分のねやるべきことをちゃんとやりなさいみたいな、ね、現実を見ることが大事だみたいな、まあ、そういう教育になりがちなんですよね。でもちろん現実を見ることも大事なんですけど、その現実を見ることの大事さと同じか同じ以上に、ね、高等無形な、他人事の夢っていうのを見るっていうことがすごく大事なんですよ。でそれはもう一言言うとイメージです。人が実現できるのはイメージなんですよね。イメージできないことは絶対実現できないんですよ。でイメージできるってことは少なくても実現可能性があるんで、だったらその実現可能性があることを、まあ、自分のあとはそれからの、今日以降の、懸命な努力で本当にイメージできたことをね、一歩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 実現させていくということですよね。はい、はい、ということで、まあ、今回の、まあね、世界1位の、ねイーロン・マスクがですね、資産19兆円で世界1位の富豪になったというニュースに、なったんですけれども、もうこれっていうのは本当にね、もちろん彼自身にとっては素晴らしいニュースなのかもしれませんが、まあ、それ以外の人たちにとってもすごくいいニュースであるということですよね。まあ、世界経済っていうのは常に大きくなり続けてて、世界の、ね、株式市場の時価総額っていうのも大きくなり続けてて、ね、市場、ね、経済全体の市場パイっていうのは大きくなり続けてるということです。そして、まあ、日本に関して言うならば、ね、結局テスラっていう企業は、ね、電気自動車の会社なんですよね。電気自動車の会社です。で中国での、ね、生産出荷っていうのが始まったというのがものすごく世界の投資家の期待を集めて、まあ、株価がものすごい勢いで急上昇しているということですよね。ただ現実的にですよ、現実的に中国ってね、13億人14億人の市場ですよね。そこにテスラ1社が電気自動車を全部ね、供給するなんて、まあ当たり前ですけど不可能に決まってるわけですよ。ね、テスラ1社で、ね、中国の巨大マーケットに対してね、自動車を、ね、何億台とか、出していくとかって無理ですよね。必ずその他の会社がやっぱりね、中国に自動車を売れるわけですよね。電気自動車を売っていくことができるわけですよ。ってことは結局テスラの時価総額が上がり、イーロン・マスクに注目が集まったってことは、やっぱり日本のトヨタとかホンダとか日産にとっても非常に好機、機会チャンスなんじゃないかと。ということは結局ね、日本のね、トヨタとかホンダの業績がこれから上がっていく可能性もあるし、ね、それに伴って当然ね、トヨタとかホンダのね、時価総額も上がっていく可能性があるということですよね。だから経済っていうのは全体が大きくなって、その参加者全員がまあね、幸せになったり成功する、資産が増える可能性もあるし、たった一人の人のね、好意、素晴らしい影響、によって他の人たちの、ね、ビジネスの機会チャンス、もしくは投資の機会チャンスにもなりうるということですよね。この経済の大前提になっている、ね、経済全体は大きくなってて、基本的には右肩上がり傾向で、だから、ね、みんなが得をする、みんなが資産を増やせるっていう可能性があるものだし、たった一人が、ね、大きく市場を作ってくれた、ゼロイチで市場を作ってくれたならば、ね、それに伴って新しい市場で他の人たち、参加者たちも、ね、同じように成功したり豊かになっていく可能性があるものなんだという、そのなんか経済の前提っていうかね、感覚的なものっていうのも今回のニュースで一緒にですね、改めて確認できたらよかったかなというふうに思っています。はい、以上です。今回の動画も最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。